国内最大の ITF、国際テニス連盟、公認ジュニア国際大会、大阪市長杯世界スーパージュニアテニス選手権大会、J500 大阪府大阪市、森田テニスセンターうつぼ、本戦9月23から29日、ハードコート、が開催され、各種目のチャンピオンが決定した。女子シングルス決勝は第9シードの三カ部フニク、 イスラエルが第10シードのアラナスバシッチ、オーストラリア5636の7、1、6の2で振り切り、女子ダブルス決勝は姉妹ペアのレニー・アラメ、リアーナ・アラメ、共にオーストラリアが第6シードのリディア・ポドゴリチャに、カモンワン・ヨドペッチ、共に対、2635の7、10の8、で競り勝ちそれぞれ優勝を飾った。日本勢は第2シードの後藤玲レナ、 ラスタット TC がシングルスでベスト8、藤井小夏、大正学園、北岡三久、シーズ RACQUET クラブがダブルスで4強入りしたのが最高成績だった。